この教材では共通教育物理学実験としてスマホを使った摩擦係数測定を実施します実験ではスマホアプリ f i フォ f o x を利用しますアプリは記載の URL より入手してください課題1として物体が斜面で静止している場合の実験を行います 斜面になりそうな板を用意してください。板は摩擦が大きく、滑りにくいものがいいでしょう。斜面に適当な傾斜をつけて、スマホを置いてください。まず、傾斜ツールを起動し、斜面の傾斜、シータを計測してください。 次に、重力を含む加速度センサーを起動し、重力加速度の大きさ、および、X、Y、Z 成分を測定してください。実験の様子を動画で紹介します。 シータを変えながら5回繰り返してくださいスマホが滑るようならば手で支えながら測定してもよいでしょう。 課題2として物体が斜面上を滑る場合の実験を行います今度は滑りやすい板を用意してくださいまず適当な傾斜をつけてスマホを固定し課題1と同様に傾斜角 θ を測定してくださいスマホを壊さないように斜面の下側にクッションなど柔らかいものを置きます 重力加速度を含まないセンサーを起動しスマホを斜面に静かに置いて滑らせてください滑り降りたらセンサーを止めてください滑り降りている間の加速度データを5箇所抜き出し 平均値 A を求めてください。重力加速度の大きさを 9.8m 毎秒毎秒とし傾斜角 θ も用いて動摩擦係数 μ を求めてください実験の様子を動画で紹介します θ を変えながら5回繰り返してください 最後に、レポートに書くことを説明します。この実験の目的、実験方法、工夫したことがあれば、記載してください。実験の結果。課題。1。各シータについて、gx、gy、gz、および、重力加速度の絶対値、g の表、および、横軸を、シータ、縦軸を、g 分の gx。 g 分の gy, g 分の gz としたグラフ。課題、2、各シータについて a、μ を求めた表、および横軸をシータ、縦軸を μ としたグラフ。最後に考察です。結果は、授業などで学んだニュートン力学の知識から十分予測できるものだったか、または、 どの程度違ったか。実験結果の有効数字は、どの程度の桁数が妥当か。その理由など、いろいろな方面から考察してください。